向かっております。いつものように全泊ですね、全泊をしに山梨県へ向かっております。山梨県の道の駅で全泊してから次の日ですね、もう梅雨の時期に入ってしまいますんで、梅雨の時期のちょうどね晴れた、日にちが3日間ぐらいあったので、そこを狙って、道志の森キャンプ場に向かっている最中でございます。まずはね道の駅で寝るんですけども、ただね急にまた雨が降ってきましたよ。いいですね、これぞ私どものね、キャンプまたは旅かなと感じさせていただける瞬間ですね。これはねちょっともうこのシーンいつも撮ってるんで、とりあえずここからもう道の駅まで行っちゃいますかね。ではまた道の駅で。近辺ですね、今湖畔沿いでございます。この深夜のね湖畔沿いのドライブも好きですね。観光地がこうね、お店とかも閉まっていってね、この先一般道事故多発危険です。ちょっとお腹空いたんでセブンイレブンで買い物して道の駅で食べて寝ましょうかね、そのまんまね。ちょっとなんか、あ、工事してんのか、びっくりした、やってた、よかった、着いたよ、着いた、富士吉だ、お世話になってますよ、ここは本当に。あ、人少ねえな、これ大丈夫かな、お手洗い行きますか。じゃあね、はい、現在時刻が午前の1時ですね。いつものこのモンベルの前で仮眠を取ります。星がね本当にここ綺麗なんですよね。映しても多分映らないんで、映さないですけど、まずは少しでも寝ること、眠れることですねを願うばかりですね。ではおやすみなさーい。もう眠れないっすよ全然。やっぱりなんで眠れないの眠れねー。おはようございます。朝7時過ぎですね。やはり結局眠ることはできませんでした。天気いいですね。いや早くチェックインして昼寝したいですけど、チェックインがまだ時間ありますので、まず買い出しに行って、その後に腹ごしらえしてから道志の森キャンプ場に向かいたいと思います。やっぱりね人がかなり少ないですね。まあ、時期もあるのかな、こんなもんしかいないですね車が。頭ちょっとねぼーっとして痛いけどね、天気良くて気持ちいいですわ。なんか数ヶ月来ないだけで景色が随分変わったような気がしてならないなこれは。あー買い物楽しみ。着きました。まだ少しですね時間が早いんで、ゆっくりしてから買い物楽しみます。まだ時間が早いので、ドライブしてます。天気がいいので気持ちいいですね。ここから富士山が綺麗に見えるスポットですね。大石公園じゃなくて湖畔沿いのところから富士山を見ようかなと思います。はい、着きました。富士山が反射してますね。またこうしてここの場所に来れることが幸せですね。綺麗だ本当に。
ルチうどんさんです。まだ支度中ですね。少し待ちます。ごちそうさまでした。うまかった。クレチうどんさん美味しかった。過去に何度か来たことあるんですけどね、やはり冷やしはね、硬い、本当に硬い。しばらくはクレチうどんさんに通う感じになりますね。これはね、本当に美味しかった、ではですね、もう11時近いので、道志の森キャンプ場に向かいます。いやー眠いな。道志道来ましたよ、久しぶり。いつもねこの道ね、キャンプ用品を積んでるとですね、スピード出せないんで煽られるんですけどね、今日はね全然車いないですね。よかった。やべー、来ますよ。先ほどですね、キャンプ場の入り口の前で薪をね安く購入しまして、今から入るところなんですけども、まだ先か。いやー、狙いの場所が取れるかどうかがね緊張しますわ。そこまで行っちゃうか。はい、入ってきました。結構やはり空いてますね。まだね、ただだいぶ私の行きたい場所は奥なんで、このね舗装されてない道たまらんですよね。なんかね、多分俺うんこ踏んだわさっき。これ車内すっごい臭い。それとも俺のうんこか。はい、上の方まで来たらね結構混んでたんすよね。で、狙いの場所取れなかったっすね。これ以上上上がってもトイレが遠くなるだけなんで上は上がらないっす。くっそー、悔しい。これですよ、これこれ。涼しい、全然涼しい。あ、早く汗つけながらお酒飲みたいね。じゃあ設営しちゃいますわ。並びました。前回の成田夢牧場に比べても気持ち的に余裕がありますね。時間もありますから、なんて言ったってゆっくりこの子たちを立てていって、自分の基地をですね作っていきます。元気になってきたよ。周りに木があるとものすごい楽、はかどる。はい、とりあえずタープ周り完成ですね。薪が落ちてたんでこれは乾燥して使わせていただきます。はい、今回はこんな感じでございますね。これが新しく追加で、またこれもねセカンドストリートだっけな、よかった、2000円の、折りたたみテントっていうのかな、投げたら完成するやつですね。これがね買ってよかったですね。色合いも合ってるしね。荷物置きと、あとは友人が泊まるようですね。で、今回は車中泊とこのテントを使って、寝たいと思ってます。で、まあ川があっちなんで、まあ、これからまとめていきますけどね、こんな感じで一旦終わらせて、まあ、暑すぎるからとりあえず酒持って川へ飛び込みます。行ってきます。やっとこの時間がやってまいりました。ではいただいちゃいます。いただきます。いや、本当に幸せな時間ですね。本当幸せ。
チャプ飲みですわ、チャプ飲み。私の声が聞こえてるかわからないですけど、ある程度もうね、多分10分以上動画撮って長くなってると思うんで、一旦この辺で失礼させていただいて、このお酒飲んでまた第2部の方へ行かせていただきたいと思います。よかったですね、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。では第2部でお会いしましょう。バイバイ。こんな感じで隙間が埋まって、なおかつ枕ができましたね。